はい、どうも、ラキです。先日ヤフーニュースをちらほら見ていると、スマブラのシズでバグ発覚という記事を見つけてしまいました。まさかね、日本のニュースになるとは思わなかったです。まあ、ニュースになるっていうか記事にはなってると思ってたんですけど、こんなあのヤフーニュースの、ね、トップニュースとしてこうやって出てくるとは思いませんでしたね。ちょっとびっくりしました。このシズエさんで発覚したバグの名前がシズエインフィニティって言うんですけども、結構スマブラやり込んでる人とか、あと YouTube 結構見てる人とかは、まあ詳しいとは思います。いろんな動画上がってるからね。僕まだこのシズエインフィニティやったことはないんですよ。いずれアップデートで消されると思うんだけど、てかこういうのって意外と消されるじゃないですか、アップですぐ。なのでちょっと早い今のうちにシズエインフィニティをやりたいと思います。もし見たことない人いたらね、この動画で初めてね、知ることができるので、まあ、それもいいと思います。まあ、いずれ消されると思うので、記念。バスに連れてかれるこれ。バスやめて、バスやめてくださいやめてくださいやめてくださいなあちょっと待って、マジキリがねえこれ。やばいです。しずえさん、頑張って逃げて、頑張って、しずえ頑張って逃げた。もうダメだ、復帰すらさせてもらえない。なんだよ、なにこれ。あー、やばい、これはやっちまったか、また取られた。うわ、ワニの子みたいのがいっぱい出てきた。ワニが。うわー、アリゾナ。アマゾン川みたいになり始めるなじゃん。言葉、噛みすぎてもう、焦りすぎて何も言えないけど。やばいよ、ピラニアに食われてる気分、この。助けて。もう逃がしてもくれない？すぐ捕まるから逃げられないんだけど。これ999まで溜まるんじゃないか。これ溜まり続けるぞ。やばい。600バーストしました。だんだんね、左の方にね、しずえさんがね、流れてくんだよね。だんだん。これもしかしたら落ちる説あるぞ。お？落ちるかな？ああ、落とされた！おいしゃー、使えた！おっしゃー！なにこれ？なんだこれ？なにこれ？あ、てか俺動けないのか、そっか。かわいそう。うわ、キモ。なんにゃーん！高速来た？高速来た？だんだん近づいてくる。彼、だんだん近づいてくる。危ない。卵めっちゃ、卵、食べ物を粗末にするな。あー、食べ物にしないで。ちょっと、これでも逃げられるぞ、これ。これ頑張れば逃げられる。川崎さんなら逃げられる。この人なら頑張れば逃げられる可能性ある。捕まった。危ない。痛い。なんとか耐え切った？痛い。あ、やった、使えた。なんだこれ。あ、白いドラゴンが出てきて大変なことになってる。え、やばすぎだろ。え、やばい。画面がやばい。やばいよ、これは。これはいかん。これはいかんな。
ひどいね、これね。